今日はですね、中野ゆかりさんの水彩画の、あ、ごめんなさい、水彩画だけじゃないですね、水彩画と油絵と、絵画展を、あさってから始めますので、ちょっとお話を伺おうと思ってますが、まず、この DM の絵からちょっとエピソード等をね、伺っていけたらなと思うんですが、これは場所はどこなんですか？これはですね、豊田市、はい、山の中、山の方を、散歩してまして、はい、逆光で、日差しがとても綺麗だったのが印象に残って、こう光と影を描きたいなという気持ちで描きました。トヨタは、まあ、結構広いのでね、そうですね、山もありますもんね、トヨタ市といっても、そうですね、はい、光と影、まあ、結局何でもそうなんですけど、はい、光と影、それをかけて絵を描くっていう感じだと思うんですけど、はい、油も描かれますよね。そうですね、はい、水彩と描き方全然違いますよね。違いますね、はい、どっちがどっちって多分言いにくいでしょうけど、はい、混乱しないですか？混乱はもうしないですね。はい、それぞれの良さがやっぱりあって、はい、どちらを描いてても楽しいです。あ、そうなんですね、はい、まあ、具体的に言う と、はい、水彩画っていうのは紙の白を生かして描いたりするので、薄く描き始めてどんどん濃くなって影を足していくみたいなのが水彩画の描き方、そうですね、はい、でもう白を残すっていう感じですね、はい、なので出来上がれば、どんどん手を入れれば入れるほどこう濃くなってコントラストがついていくっていうのが水彩画の順番ですよね。そうですね、はい、油は反対、油は、いや、まあでも反対、まあでも油はですね、はい、後からでも明るい色を入れられるというところが、はい、ハイライト後からちょっと入れていくと、ね、ね、まあ、塗りつぶしちゃうってこともありますもんね。そうですね、暗く描いておいて後から明るい色を刺して差し色のような形で入れていく、そこで光を作るっていう描き方ができるので、はい、まあ、塗り残しっていうのはちょっと全然違いますよ ね、 すね、後から足すのとでは。そうですね、光を描くっていうのは、はい、多分一般的に素人の人、いわゆるなんていうのか、あんまり描いたことない人に光描きなさいとかガラス描きなさいとか水描きなさいって言われると、多分一番わけがわからないと思うんですけど、どうやって光描くんですか？捉えどころがないですよね。ですよね。でもやっぱり影を描くと光が見えてくるのかなと思ってます。あ、光と影はやっぱりこう対のもので、そうですね、影を描けば光が出てくるみたいな。そうですね、なんで葉っぱの明るいところも全部明るくすると明るくは見えない。なるほど。濃い影になってる部分を描いて、初めて明るい日の当たってる葉っぱの部分が浮かび上がってくるっていう、まあ、そこが光になってくるっていうところでしょうか。それがやっぱり水彩の、はい、なんだろう、テクニックだし、醍醐味っていうか、そうですね、魅力ですね、独特の考え方っていうんですかね、そうですね、本当に描きたいものとは違うところを描いて本当に描きたいものを描いてるみたいな、そういう感じもありますよね。そうですね、まあまあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、はい、これは何ですか？季節はどのくらいの？季節はですね、これは初夏、そうですね、夏の始まりぐらいの、気持ちのいい感じ、ね、そうですね、割と気持ちのいい季節ですね、はい、これは DM の、まあ、に使われたものなんですけど、やっぱり思い入れがあるんですか？はい、思い出、そうですね、割と、まあ、自分がこういう感じを描きたいなって思ったものが出せてるかなっていう。あ、なるほど、そうですね、今回、自然が多いですよね、ちょっとちらっとだけ。そうですね、こうモネの、モネの、これなんて言うんですか、モネの池、モネの池って岐阜にあるモネの池ですね、はいはい、すごく水が綺麗で、はい、透明感の、例えば、この隣も、これも場所的には似てるのかな、ね、これも似たようなところですね、はい、まあ、トヨタの北っていうんでしょうかね、からずっと1号線上がってって、稲葉ですとか、 あっちの方によくドライブに行って、で降りて歩いたりっていう、まあ、歩くのが気持ちがいいのでよく歩くんですけど、山の中を。いいですね、
僕のお気に入りです。すごい気持ちのいい。そうですね、そうやって歩いていってふと立ち止まって空を見上げた時の風景ですね。そのパッと何か目についたものっていうのをこう切り取っていくっていうのがいいですね。あ、そうですね、で一個気になってる絵があってちょっと珍しいここの絵なんですけどね。倒木ってタイトルが先ほどついてましたが、はいはい、まあ確かに山行けばこういう景色があると思うんですけども、他の方とかがいろいろ山の絵こういう木々の中の絵を描いたとしてもほとんどこう縦にこう幹が走っている構図が多いんですけど、これは全く横向きになってるっていう倒木を描かれた。これはなぜこんな風に倒れてしまってるのか、まあ、後ろの方に猫がついてるんですけれども、はい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 、なので多分自然に倒れている。でも手前の方でこう切ってあるので、そうですね、人工的に切ってありますね。そうなんですよね。どういう過程でこうなってるのかよく分からなかったんですけど、何かちょっとこう感じるものがあって、足を止めてこうじーっと見てて、これはちょっと描いてみたいなっていう、なるほど、はい、気持ちになった風景ですね。もうでも倒れて結構立ってるような雰囲気がしますね。そうですね、ちょっと、全体に苔の生えたような、はいはいはい、よく山へは行かれるんですか？そう、行かれるのはスケッチを目的に行かれるわけではなくて、そうですね、まあ、歩くのが、まあ、好きというか山の中の自然の風景が好きで、で、まあ、歩いてで、まあ、そこで見つけた風景をやっぱり絵に残したいなという。心理欲的に散歩に行かれるってことですか？そうですね、それに近いでしょうかね。その時は持っていかないですか、道具を？持っていく行きますね。本当に小さなスケッチブックと、はい、ただもう本格的には描かないです。ああ、そうなんですね。サラサラと描く程度です。水彩、ちょっとこれ聞いていいのか分からないです。水彩の、はい、瓦礫っていうか、はい、いつ頃からやってらっしゃるんですか？水彩はですね、もう本当に本格的に力を入れて描き出したのは、はい、前回こちらで、作品展させていただいたその後なので、2年ぐらいですかね。2年。あ、そうなんですね。はい、そうです。2、3年でここまで来てるんですね、水彩としては。あ、そうですね、まあ、描くことにおいては油と、まあ、似ている部分もあって、やっぱり筆使って描いていくものなので、油を最初にやってたわけですよね、はい、で油をやってて水彩をやる人って、はい、大体のパターンすっごい濃くなるんですよね、塗り込んじゃう。そうかもしれないです、うん、ただ私自身その描き方の問題かもしれないんですけど、油絵を描いてる時から水彩ですかってよく聞かれるぐらい、塗り方があんまりゴテゴテ塗らずに薄塗りで油絵を描いていたので、あまり、そうですね、違いがないと、抵抗なく。あ、そうなんだ。結構珍しいパターンですね。その油の雰囲気から抜け出せない人が僕はよく見てきたので、じゃあその油もちょっと、ね、見させていただこうかなと、はい、まだ搬入のあれなんて脚立とか出てますが、あ、これちょっとお話伺いたい、はい、これ油の箱に入ってますけど実際は水彩ってお話ですね。水彩ですね、はい、これはですね、真ん中に小さな女の子が歩いてるんですけど、はい、これは娘がちっちゃい時、3歳4歳ぐらいの頃、はいはい、2歳、それぐらいの頃で、割と一人でずんずん歩いていっちゃう子で、どんどん歩いていって、でよく後ろからそういう姿を見てたので、それを思い出しながら描きました。向こうの方がこう明るくなってて、そうですね、画面全体は結構こう暗い色が使ってあるんですけど、そうですね、なんか希望に満ちた感じっていうんですかね。そうですね、この先に何があるのかなっていう希望が見えたらいいなっていう気持ちもあります。前向きな感じですよね。そうですね、そういう意味で、はい、何があるんだろう。これもだから実際にある景色ではないんですか？もう頭の中の景色。でも、
まあ、こんなような場所はたくさんあって、はい、あのスケッチでちょっとあのラフに現場で描いてきたようなものも組み合わせてます。ああ、そうなんですね、はい、この子が今はもう17歳。ああ、そうそうか何年前。いやいやいや、さあ、はい、それではあの話をしてました。油ですけど、はい、この辺りだと羊さんがこう入ってて、そうですね、はい、いくつかこっちもそうですけど羊さんがいる、はい、これどこなんでしたっけ。これはイギリスのコッツウォルズで言って、中央 の、はい、あのなだらかな丘がつなあの、ね、連なっていて、あの本当に典型的なイギリスの風景だと思うんですけれども、私も本当にこの風景が好きで1年滞在してましたけれど、まあ、随分昔なんですけど、はい、もうそれでも見飽きることはなくて、はい、こんなとかな風景ですよね。そうですね、眠くなりそう、はい、こんなとこ住んでたら多分性格変わりますよね。そうですね、あのせかせかしなくなります。この辺の地域の天候とかってどうなんですか。結構今これ雲が案外広がってるような雰囲気ですね。そうですね、やっぱりね、雲はあの暑い気がします。暑くて低いような気がしますね。やっぱ特徴があるんですよね、はい、あのロンドンなんか、ね、霧のロンドンっていうぐらい天気がすごくよく変わるって言われますから、ちょっとイギリスでもう行って、はい、この辺もこれもイギリスだっておっしゃったんですね。そうですね、はい、こちらも、まあ、あの先ほどの場所から割と比較的近い場所なんですけれども、はい、あのイギリスのペインズウィックという、まあ、同じ中央部分あのに当たる部分場所なんですけれども、これやっぱり羊とか、はい、牛とかもいるのかな、はい、ここはね牛がたくさんいましたね、はい、牧場みたいな感じでこう牧草地になってるんですよね。牧草地ですね、はい、そうです。あとね、あのゴルフ場にもなっていて、でなんかカート引いて、向こうの人はカート引いて自分たちで遊びのようにゴルフやって、それもせかせかしないですね。そうですね。イギリスはなんでその滞在されてたんでしたっけ。まあ、1年間一応留学という名目で行ってましたけど、ね、学生の頃って言ってましたね。まあ、ただ語学が、はい、あのなんていうの、語学よりも絵を描いてる時間の方が長かったですけど。あ、なるほど、はい、なんでイギリスだったんですか。他にも例えばアメリカとかもあるし。そうですね、まあ、こういう風景が好きだっていうのが一番でしょうか。あ、もともとじゃあそういう知識はあったんですね。こういう風景に会えるっていうことが分かってた、ね、留学する前に旅行で何度か行ってて。そうか、そうか、旅行よりも留学の方がいいぞと。そうですね、まあ、長く行って、あの四季折々と朝から晩までっていう、こういうふうにこうずっと何ていうんですか、地平線っていうんですかね、バーッと広く見えるところってもう日本にいるとほとんど見受けられないですよね。ビルだとかいろんなものでこう、まあ、山が深いですよね。そうですよね、こういうバーッと広いところってないですよね。そうです、北海道まで。ああ、そうか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 。これは、そうすると以前に行かれた時の何かそういうものを参考に最近書かれたって感じですかね。はい、結構、まあ、のんびりできてたので割とスケッチなんかはしてました。でそういうのをもとにってことは、そのところから油絵は描いてらっしゃった。そうですね。あ、そうなんだ、はい、ちょっといろんな作品あるんですけど、まあ、このぐらいにして実物をね見に来ていただこうかなと思います。お願いします。水があって緑があって、これなんかは安曇野ですね。あ、そうですね。ね、はい、わさび農園の、ね。あ、そうですそうです。いろんな作品があります。ぜひあの明後日からまたお世話になりますけど。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、忙しい時間ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。失礼します。はい、